ただきます。いただきます。はい、こんにちは。まーちゃんのルマヒラです。はい、7月20日ですね、うん、土用の丑の日ですね、うん、土用の丑の日はね、いつもうなぎ食べるじゃない、うん、うな丼とか、うん、うな重とかね、うん、なんだけど今年はね、なんかうなぎがすごい高いんだって、うんうん、で、この前うちの奥さんの、お母さんのお祝いで静岡行ってた時に、うん、エジン君のおじさん、うん、まあ、カーカーって言われるおじさんね、うん、一度だけ動画に登場したことあるんだけど、そのカーカーがうなぎが大好きで、うんうん、で、我々に今回ね、こんなお土産をくださいました、うん、うなぎチップスとうなぎクエです。すごいでしょ、うん、このね、うなぎコーラっていうのは木村飲料っていうね、わさびコーラとかいろいろ出してる、あの木村飲料が出したうなぎのコーラ、うなぎエキス入りらしいですそしてこちらはですね、うーん、たまらないうなる美味しさ、うなぎチップス、酢が多いね、あの香ばしいうな丼の風味が効いている、お酒のおつまみにもぴったりっていうですね、2点を頂戴しましたんで、うん、今日はこれを食べて飲んでいきたいなと思います、はい、その前に黄金の5秒間いきますよ。せーの、ほー、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、高評価もしてくれたかな、うん、はい、じゃあ早速揚げて食べていきましょう、うん、じゃあエシャ君こっちでいいの、うん、斜めにした方が泡があれだよ。おいす、少な、最初少な、こんだけはい、まずは見た目は普通のコーラだね。匂いは、匂いも普通のコーラだね、うん、いただきます。いただきます。普通のコーラだね。あ、ちょっと甘いんだ。ちょっと甘いね。余分に甘い感じだね。コカ・コーラゼロとか、うん、要はカロリーのないさ、うん、コーラいっぱいある中で、うん、これは逆にもう激甘にしたコーラだね、これあ、もうなくなっちゃった。ああ、早いね。これ美味しいかもね、うんうん、よし、じゃあこれまだ残した状態でうなぎチップスを食べてみました、うん、匂いはこれは、これ魚っぽい匂いがするじゃあ食べてみようか。はい、じゃあせーので食べようね。僕はミニなの。はい、せーの、いただきます。うん、あ、うん、あ、うなぎのかば焼きの味がする。うなぎの味だ。うなぎの味がする、すごい。あのね、この食べた瞬間にうなぎのかば焼きのあの皮の皮の香りっていうか、匂いっていうか、うん、あれが、これ骨ないからご飯と一緒に食べれそううんまーい美味しいじゃん。ちゃんとね、うなぎエキスパウダーが入ってんだって。うん、うな丼風味だ。なるほど、うん、確かにこれだったら、あの前これだったらふりかけメーカーで粉々にして、うん、で、うなぎのタレを上からかければいけるかもしれない今年のじゃあ土用の丑の日はこれにする？うん、しねえよ、しねえよ、しねえよ、お前いくらなんでもこれにしねえよ濃いんで、あのなんか飲み物と一緒に飲まないときついね。うん、これ濃いわ、味が。いや、確かにご飯に合うかもしれない。はい、ということで今回はうなぎチップスとうなぎクワでした。はい、ということでかなり緩い感じの動画ですいませんでした。うなぎクワ多分静岡に売ってると思いますので、駅とかにね、多分これ駅にも売ってると思うんだけど、気になった方はぜひ買ってみてください。うなぎクワ、うなぎチップスはい、ということで今日はかなり緩い動画でございました。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。